空中写真海面近くから見る、ナルト海峡は、日本の四国の北東端にある、大下島孫崎と淡路島神崎との間に位置する、海峡。瀬戸内海の張間花田と太平洋の紀伊水道を結ぶ、海峡である。大ナルトとも言う、日本百景に選定されている。淡路島側の神崎と、四国側の孫崎島を結ぶ、海峡最強部の幅は、約1340メートル。 海峡付近には、大下島から約200メートルの位置に裸島、淡路島側から約300メートルの位置に岩礁の中瀬がある。海峡中央部の海底は、V 字になっており深さは約90メートル、さらにこの最強部を挟んで南側に深さ160メートル、北側に深さ200メートルの海釜と呼ばれる深みがある。太平洋からの潮流は、キー水道で二つに分かれ、 一方は、鳴門海峡の南側、もう一方は、大阪湾から、明石海峡を通って、針真ダへと進むが、校舎が針真ダで満潮となる頃にはすでに、紀伊水道は、干潮となっている。そのため、長位差は、最大約1.5メートルにもなり、潮流は、時速20キロメートルと速く、海峡中央部と両側の流速差や、独特の海底地形も、 要因となって、ナルトの渦潮を生じる。ナルトの渦潮は、海峡最強部の下流側に現れ、大きいものでは、直径15メートルにもなる。この渦潮を間近で見るための環境線が、淡路島側とナルト側から運行されている。また大ナルト橋にもいるほど、渦の道が設けられていて、真上から渦潮を観察できるようになっている。ナルト海峡を展望できる、 ナルト公園及び、付近一帯の丘陵林地と海岸及び当初が1931年に国名価値に指定された。また、1950年には瀬戸内海国立公園に追加指定された。1985年には大ナルト橋が開通した。自動車専用道路である大ナルト橋の架橋から10年後の1995年、唯一残っていた。 淡路フェリーボートの穴が亀浦航路が休止され、その後廃止されたため、原道機付き自転車等は都会できなくなった。なお、ナルト海峡の西側には小ナルト海峡がある。阿波のナルトは、利根川河口やイラゴはタライと共に、日本の海の三大難所とされた。海峡は、主要航路ではあるが河口幅が約500メートルと狭く、恐竜寺などには、通峡を見合わせて、 潮止まりを待つように、徳島海上保安部が船舶に注意を促している。2002年から2006年の5年間で採決のあった海難事故は15件で、そのうち8件は大なる飛ばし直下で、うち5件は強潮流による圧流や操船不能などが原因となっている。ありがとうございます。